強火の強しさんね。じゃあ光線照射ちょっともらって焼くのそこ気をつけてね、はい、103分、はい、ちょっと最後は水だから、はい、一緒ですね、はい、だいたい目が長いちょっと目が長いんですけどね、でもうんちは結構出てますよね、熱出たい食べないっていうか、まあ、スープがまあ20弱ぐらい、それから生はこれは3です、これはもうこの 3.3 2の時もある、あ、減らそうと思って、あ、それで2にしたちょっと上げて、うん、じゃあこの時も3やったら3食べちゃうんだよね、体重はまあ、そう、この間多かったんで、463ありましたもんね、うん、押して4号だ、今4号で OK、ね、それであと薬が、まあ、ゼロですか、はい、この子はじゃあさ、安定してたらさ、あのまた1週間にしましょう、頭の傾きとかちょっと待って、今ちょっとなかなか見えないけど、どうですか、ほぼない、大丈夫かなと、5度ぐらいかな、気持ちあるんですよね、そうですね、まっすぐではないよ、ね、あの、右はい、少しで、まあ、この子は目動いてるのもことはないですよね、まあ、動いてたらご飯食べないからね寂しいわないと、ちょっと回し車はやらなくなって、あ、そうですか、はい、うん、なんか一回やったとかって、すごい、私このとこ部屋は動いてたんだけど、まあ、そっからはしてないんですよ、でも歩いたりはちゃんと、歩いたりはちょっとはするけど、うん、すぐ潜っちゃう、すぐ潜っちゃう、そうか、3時で来たってことは、こう不正しなきゃったわけね、はい、いいですよ、クーちゃんの治療の様子です。異常脈点滴しています。クールね、クール。ちょっと喋って。ミニチュアダックスのクーちゃん、治療の様子です。異常脈点滴しています。はい。どっちが違うのか。こっちか。ごめんね。はい、ちょっと、こっちでやります。やっと顔が普通に出てきた。ね、ほとんどまっすぐだね、今見るとほぼ大丈夫かな、おー、いい感じだ、うん、はい、お腹、うん、
おしっこしなかったね。はい。私。そうだ。この間量を下げたんだよね。だから今回はその2人と一緒の量で。はい。3回分かな。3回分、この間4回分あの出してるから。最後に飲んだのが昨日。昨日ですね。だからこれ飲むのが明日から。11日からね。はい、じゃあ。